ハトザルチャンネルようこそ。どうもルハンです。今日はまあ、あとある面白い実験をしていきたいと思います。それはまあ僕が発見したんではなくて、まあ、僕の友達が発見したものです。それは本当かどうかを試していきたいと思います。それではいきます。ということで、まあね、ここにはあれ定規ですね。定規があります。で、この定規のこのピンキ色の実は風船です。この風船は見た感じはピンク色です。きっとっているけど、まあ、ピンク色です。まあ、このピンク色の風船をなんとね、白い透明なやつにできます。それはね、この油性ペン、名前書きは分かりにくいと思いますが、ここに油性と書いてあります。この油性ペンでこの付箋を、まずはね、ちょっとね、ここにこうやって線を書きます。で、これが乾かないうちにこうやってやる。おっと、なんと成功しました。もう一回やっていきたいと思います。こうやってやって乾かないうちにこうやって取る。まあね、まあ爪が黒くなるけど取ります。で、なんとねここが白い透き通ったものになります。まあ、これはもちろんちぎれてません。これは白く透き通っています。これはもまたもっとやっていきたいと思います。まあこれは爪でやらなくても、まあこうやってやって上からインクが消えるのを待てば、なんと見てください。もうね、このピンク色のやつがなんとね、わかりますかね、これ。ほら、ここが白くなってます。ピンクから白というね、面白い実験でした。まあ、ここ見ての通りこうやって透き通っています。もちろんちぎれてません。これは面白い実験です。皆さんもぜひぜひやってみてください。あ、見て、この動画を見てくれてありがとうございます。登録もぜひぜひよろしくお願いします。See you! バイバーイ。